感じでしょうか。バックストレッチに入っていきます。誘導員をかわした3番の佐藤祐樹、それをもう一度抑えていくのが2番の桜井。残り600の鐘、2番の桜井が前を抑えて少しペースを落とす。後方から5番の山口が一気に仕掛けてくる。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。5番の山口が前を叩いて主導権。4番の鈴木が2番手、3番手に2番の桜井が追っていく。その後ろ7番の高田、さらには1番の滝沢、後方に置かれた3番佐藤祐樹、縦1列でバックストレッチ。5番の山口が逃げていく。2番手は4番の鈴木、3番手差を詰めてきた2番の桜井、その後ろ7番の高田、2番の桜井が前を捉えられるか。4コーナーから直線、5番の山口先頭、2番手内を救った7番高田が追ってくる。大外1番の滝沢も突っ込んで並んだ。ゴールイン。